はあ、こりゃまった。非色の悪い刀だぜ、ナオイ。月の呼吸。五の肩。月白祭か。振りなしで斬撃を繰り出すやがる。風の呼吸。三の肩。セイラン風獣。やりよる。肉体的にも技の全盛と見た。鳥肌が止まらね。こいつの技、一振りの斬撃の周りに不規則で細かな刃がついてる。それは常に長さ行き、差が変化する TK じゃない。時とがやられるはずだ。避けたつもりの苦劇の形が変則的ギビツ。長い経験で培われた感覚がなけりゃ無理だ。さらにこの速さ。しかもこいつ呼吸を使ってやがる。再生力身体力が異常に高い鬼が呼吸使い、さらに速度攻撃力を高めているとは面白い。思い入れぜ、殺し会のある鬼だ。風の呼吸、二の肩。爪しなと風。俺の刀。月の呼吸、二の肩。タマファナロゲツ。風の呼吸、一の肩。人旋風。葬儀。おう、まだついてくる私の技に懐かし感覚だ。高揚する。まばたきもできねえ。ほんの少し妃の振りをしくじっただけで即死だ。古くは戦国の世だった。私はこのように、そうだ、風の柱とも根気を高め合った。月の呼吸、六の肩。兄貴、兄貴。ここよ、高月無限。兄貴、兄貴。どうなった？どなんてる？どこにいる？ずいぶん耐えたが、ここまで動けば、通物が、まろびでずる。
脈拍が上がっている。なんだ。猫にまたたび、鬼にはまれけつ。どうした？血取り足になってるぜ。上限にも効くみてえだな、この血は。俺の血のにおいでよにうわめいてする。マレケツの中でもさらにホスクな血だぜ。存分に味わえ。自分の血が特別なんだと気づいたのは鬼を狩り始めてすぐだ。そもそも鬼にされた母が、俺が出血した途端動きが鈍くなった。母を殺めた後は、この世のすべてが急速に色を失いすり切れて痩せていった。俺は夜の中をもかき回った。鬼頃大門にチリンガタナも存在すら知らず、山ほどの刃物で武装して、鬼と戦い捉えようの光で焼き殺す。今思えばとんでもない自殺行為だが、死ななかったのはこの地で鬼を酔わせられたおかげ運が良かっただけ。同じ鬼を追っていて出会った鬼頃隊の米のマサコンが行く手を紹介してくれたおかげ。でも俺は知ってる。善良ような人間から次々死んでいくこの世の不条理を、加減の位置はマサコンと二人で倒したのに、柱になったのは俺だけだった。呼吸六の方、黒風旗嵐。この小僧、この傷でまだ動くか。今までの柱ならば勝負はついた。しかし、奴はメラ主血を止めた。血を裏が溜めさせているのか。呼吸で筋肉を引き絞り、頭物が飛び出るのを止めている。どちらにせよ人間にできてよいゲイトではない。初見なり面白い。ビュー感覚も何時振りか愉快。さらにはまれケツ。マサコンが死んで間もないのに呼んでしまってすまなかったね。兄弟のように仲良くしていたからなおさら辛かったろう。名前。品津川くん。親方様は都主になられてから、亡くなった隊員の名前と老いたちはすべて記憶してらっしゃるのよ。大切な人が笑顔で天寿を全うするその日まで幸せに暮らせるよう、決してその命が理不尽に脅かされることがないよう願う。たとえその時自分が生きてその人の傍らにいられなくとも、生きていてほしい。生き抜いて星。畜生、かすり傷すら。
月の呼吸。三の方。電気付きに仕切り。ジャクセイズマ鬼をこの世からお振り去るまで